ゲットも早い。どれ？難しい。難しい。どこ行った？ルアーが悪いか。ルアー悪い。ルアー悪い。ルアー悪いしたらこれちょっと違うのにするか。ちっちゃいの。これちょっとしたら、あ、またこれ映ってる。ちょっとサイズアップするじゃん。何やってんの？これじゃなくって、うん、これをしまって、ベストの。どっち側かな。探すんですよ、急に。ベストのどっち側だっけ。忙しいな。小さい、小さいのの、まあ、でかいやつ、なんか来るっていうかな。アバクエに知らぬ入ってきてる。このピンクにする。このピンク、ジャバサバどこ行った。ジャバサバどこ行ったかな。どこ行っちゃったかな。あ、来た。何そんなにガヤガヤ。全部ガヤガヤしてんだ。さっきのやつらどこ行ったんだろう。こっち投げてみっか。あ、なんかジャバジャバ。あ、すげえすげえすげえ。なにこれ、なんかすげえジャバ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 してった。うん、すげえ。あ、でかいじゃん。あ、あ、あ、あれ、危ね、危ない。危ね、頭刺さるし。邪魔はしないよ。起きてる。すげえ。すげえ、ガヤプロじゃん。すげえ、連発で釣るじゃん。いやー、でもなんかさっきのサバみたいのも、うわ、すげえサーファーだ。波乗りガヤだ。すごい。いやー、だってサバ、さっきサバかアジかわかんない、なんかそのあれも気になるけどな。え、ジャバジャバしてんのってガヤ？ナブラったのはサバでしょ？なのになんでそんなにガヤいんの？あー、ボトムガヤか。お、すげえ。すげえ。入れ食いじゃん。マイトを釣れてんじゃん。あ、ちっちゃくてもいいんじゃない？面白そう。サバ釣りたいんだけどな。ガヤ面白そうだな。どうしよう。こんなやり方のやつで魚釣れると思う？釣れるさ、それは。釣れるかな、これでも。これで変えてみよう。ああ、なんだか知らんけど。わかんないもんね。
こんなヘンテコリンな針の付け方したやつだけど。あ、また釣ってる。すげえ入れ食いなんだけど、この人なんで楽しんでる、楽しんでる。だって入れ食いだもん。すげえ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 。そのワームがいい。あ、ワーム変えた。さっきの黄色いのじゃない。私もちょっとガヤガラして。うん、おすすめのワームつけて。下まで落とすの？うん、下まで落とすの？下まで落としてちょんちょんちょんってやってこればいいの？音もついたら当たってる。うん、落としてるよ。ついてるの？深い？まだ落ちてないから。なんだよ、嘘ばっかした。あ、だった。合わせられない。あ、来た。あ、あ、すごい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 。え、こんなにブルブルするっけ？なんか久しぶりロックした。何年かぶりぐらいに。あ、なんかでかいけど、でかくないか。これ小さいうちに入る。これ小さいの？ちっちゃいうちに入る。これ私外せないよ。いや、止まるな。針外してあるし。いやが、海のところから出ないよ。いやー、がっちりしてる。がっちりしてる、この。あ、できた。お、でかいの？おー、これでっかいんじゃない？でかいな。でかがやだ。邪魔ついてる。またなんかサバかなんか入ってきたのかな。そんな動かさなくていいの？そこについてるのかなんかよくわかんないんだけど。すげえ。何？あ、あ、コツンってなった。
だけど、ってことは小さいのかな。ぐんぐんするけどな。すげえ。ぐんぐんするけど小さいのかな、これも。あ、小さいんだ。私には重たく感じるけど小さいんだ、これも。あ、全然ちっちゃいじゃん。あら、引っかかったかと思ったらもう来てるんだ、これで。今そこついてすぐだったけど。あ、なんだろう、私が合わせ方おかしいのかな。得意の鬼合わせ気味になっちゃうってこと。あ、これ引っかかったんじゃない？あ、やっちゃった。やっちゃった。寝かける、これが嫌な。これが私のロックをやらない、これがあるからロックは嫌なの。あ、はい、これがやるから私ロックしたくないんだ。ちょっとやってて。え、それではまたかかっちゃうよ、足下手だから。嘘、これただ回せばいいだけ。え、どうやって持つんだっけ。3本、こう、こう、うん、え、持ちづら。外れた。あ、やっぱりすごいね。あ、来た、あ、来た。あ、外れたね。外れた、急に軽くなっちゃった。え、なんか大きかったような気するね。残念。あ、あ、はい。で、どこで、おっ、どうした。巻いて。もういいの。あ、え、もうこれ底ついてんの。まだ？このままでいいの？あ、コツコツってなってる、ほら。コツコツしてる。ん？あ、かかってるのか？え、違う。あ、来てる、かかってる？違う。え、ちょっと。あ、来た。あ、外れた。スロールだからね。水中。水中が何？水中の中の糸がこう、こうやって、たるんでる。あー、あ、そうか、たるんでる分、ガッてやんなきゃないってこと？ん？思いっきり引っ張んなきゃ。グリグリグリって。あ、もうガー巻くってことね。なんかちっちゃいのしか釣れないみたい、私。大きいワームだと大きいの釣れるとか、そういうのはないの？ある？あ、なんかした。切れた。え、なんで？しばらく使ってなかったから。あ、やらかした。これでやってみるか。もう一回。あっつい。ここまっすぐ投げてもいい？
中死体と見えてる。いやー、なんで？あー、引っかかった、また。なんで？いやー近かる。何聞かれた？わかんない。もうこれが嫌なのよ。これだからちょっとロックに手出せないのよな、足の場合。これも踏まえてのロックだから。そうだって。どうですか？お兄ちゃんに言われた。切れちゃうか。そうやできる？起きた。ちっちゃいのか。デカガヤいない。デカガヤ育ちの。ダメだったら諦める。せっかくだけど。あ、やっぱり私ちょっとロックに向いてないのかも。短期な人には。釣れたら面白いんだろうけど。暑いね、ほんと。天気悪いくせに、もうこの湿度とこの気温やだ。山がすごいもん。食い悪くなった？すれてきたのか。何回もちょっとバラしたからな。あー、いたやつも。
今ジョーでやってんの？早い。